保健室の死神は、乱本末による日本の漫画作品。週刊少年ジャンプにて2009年42号から2011年29号まで連載された。2011年8月現在累計発行部数は80万部を記録している。乱本のジャンプ連載2作目となる作品で、前作、マディは異世界を舞台としていたが本作は現代日本の学校を舞台としている。 当初はサスペンスホラー漫画的な要素が強かったが、途中から学園漫画らしいコメディやお色気の要素も多くなり、単行本の帯にて学園ホラーコメディと銘打たれている。また、オマージュ的表現やメタフィクション的なギャグも使用される。基本的に一話完結となっているが、時折シリアスな内容の長編が出てくることもある。後者は主にストーリーや、 設定の根幹に関わるエピソードが多い。話数カウントは大新。2011年第2回ブクログ大賞漫画部門大賞を受賞。常伏中学校の養護教諭として新しく赴任してきたハデス先生はまるでホラー映画から抜け出してきたかのような怖い顔をしている。明日場はある不可思議な事件に巻き込まれ、ハデス先生に助けられた。彼は 病魔を消滅させる力を持っていたのだ。声の甲はバミック版のもの。保健室生徒教師、救済団体を標榜する理人で構成されている集団。自身の欲望を解放した状態こそが人間の幸福のあり方だと主張し、常伏せ町に病魔を氾濫させようと暗躍している。メンバーはカナダの学者ジョーアランディが提唱する6つの愛を名乗っている。元々は 普通の枠に収まらないために孤独を感じていた、メーラのために、普通でないために苦しんでいる人たちと友人になる、ことを目的に、心理なりが結成を発案した。事件解決後、解散したかどうかは明らかになっていない。人々の負の感情から生まれ、悩みや、迷いに、精神的に耐えられなくなった人間の心につけ込む、もの。その感染方法上、 発症者の望みを具現化させる能力を持つことが多い。言葉巧みに人間に取り入り、やがてその人間を支配する宿主となる。一度病魔にかかった人間が再び取りつかれるパターンは滅多にないが、病魔に取りつかれた根源が改善されていなければ、再びかかることもある。稀にだが動物がかかることもある。作中では以下の種類に対別されている。 一部の病魔は空間を想像することも可能である。名前及び用紙に、客中のついた病魔は、単行本においてそれが明らかになったもの。物語で出てきた学校を述べる。乱本ンン松保健室の死神集営者、ジャンプコミックス、全10巻検索。第2話、第3話にあたるストーリーが集営者のボイスコミック、バミックとして、2011年2月に、 ジャンプ専門情報番組、先読みジャンバンにて放送され、同年3月からバミック公式サイトで配信された、赤丸ジャンプ2009スプリングに掲載、シーカラーの作品、現在、未収録となっている。常ブセ中学校転入一周目の明日ようかおは、体育の時間、サッカーボールが顔に当たって、怪我をしたことにより、保健室に行くように担任に言われる。 しかし、その保健室には、きっかいなオーラの用語共有がいて、漫画部門の受賞作品第2回、ブックログ大賞。2011年9月9日閲覧。当初は、リアカー、後に給料を使い、屋台を持ち込んでいる。乱本松、保健室の死神後、集営者。2010年、188ページ。ABC 本編では性のみ登場。乱本松、 保健室の死神後、修営者、2010年、26ページ。カルベノミ、斉藤常ジ,ジに、下の名前も語っている。AB ランポン松、保健室の死神7、修営者、2011年、116ページ。ABC ランポン松、保健室の死神9、修営者、2011年、26ページ、46ページ、106ページ。 女装しているつもりで少女のような格好をしておらず、男である自覚はある。むしろ、トランスジェンダーに該当する。乱本松保健室の死神獣集英社、2011年、88ページ。一般人は、プログラムを発動させて負傷もしくは死亡することが、ないように、入る際に、プログラムの対象にされなくなる効果を持つ板を、渡される。 ふもとすけは慣れているため板がなくても回避可能。ABCD 乱本末、保健室の死神3、修営者、2010年、186ページ。AB 乱本末、保健室の死神2、修営者、46ページ。ABC 乱本末、保健室の死神2、修営者、2010年、26ページ。乱本末、保健室の死神7、 修営者、2011年、157ページ。乱邦末、保健室の死神1、修営者、2010年、116ページ。AB 乱邦末、保健室の死神3、修営者、2010年、46ページ。AB 乱邦末、保健室の死神3、修営者、2010年、66ページ。 外見は不思議の国のアリスのアリスと白ウサギに似ている。乱邦ンンツ、保健室の死神10修営者2011年222ページ配役を含め週刊少年ジャンプ2011年2月14日号修英社よりありがとうございます。